ここは一体どこなんだろう。私はあの時学校の屋上で飛び降りたはず。なのに、こんなまがまがしいオーラを放っている牛がいるなんて聞いてない。私はもう人生に疲れたから、もう生きるのが嫌になったから、みんなからいじめられたから。誰にも助けてもらえなかったからどうかこれ以上の面倒ごとやめてください。あの君ルシファーになりたい？何言ってんだこいつ。私はもう行きたくないんだよ。だからさあほっといてくれ。そんなの心底どうでもいい。さっさと私を殺してください。と本心を言った。私は生きてるよりも死んだ方がいい。15歳の女の子がそんなこと言っちゃダメ。変な牛がそんなことを言い出した。親にも止められる。この意味がわからない。ああもう生かす。絶対生かす。君名前は篠宮綾乃です。よし、これから行く世界ではメリー、ハデスと名乗りなさい。ゴルシファーの異名は異言者です。それでは行ってらっしゃい。と牛が言うと変な光に飲み込まれた。私は行きたくなのに。